本日は関東連合元リーダーである石本太一氏がブレイキングダウンファイターの瓜田純史選手に対して気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。石本太一氏は東京都世田谷区出身、1982年生まれの42歳です。元暴走族リーダーであり関東連合元リーダーでもある石本太一氏は2010年11月市川海老蔵氏への暴丸事件に関与したことから、その悪名を世に知らしめ、さらには2012年9月六本木クラブ週丸事件に関与したとされ、懲役15年の実刑判決が下り、現在も服役中です。そんな中、瓜田純史氏は石本太一氏が関与した市川海老蔵事件についてミスターサンデーに出演し、この事件について語り、この瓜田純史氏のテレビ出演に石本太一氏が難癖をつけたことにより、両者の因縁は深いものとなっておりました。そんな石本太一氏は2023年獄中で記したブログにて、ファンからの瓜田純史 vs 石本太一のブレイキングダウンが見てみたいですとのコメントに対し、瓜田が僕と戦うのは瓜田が嫌がるんじゃないですかね、瓜田の今までの嘘が全てめくれてしまいますからね、瓜田は僕に会いたいと思わないと思いますよ、っていうか、その前にブレイキングダウン側が僕みたいな人物を使いたがらないと思います、それこそエンタメの枠を超えてしまうかもしれませんからね、瓜田はカメラの回っていない閉鎖的な場面で僕と会うならまだしも、対談などの公な場面で会うのは絶対避けるでしょうね。瓜田はすごく虚言癖があり、僕に会う時に恐れるのは全ての嘘をばらされてしまうことです。嘘をばらされたら、瓜田の築き上げたブランディングが全てめくれることになりますからね。僕に会うと都合が悪くなるのは瓜田自身が一番わかっていると思いますよ。僕が社会に復帰したら、瓜田を煽り続けて、世間の人たちが瓜田、石本と白黒つけろとなれば、瓜田の嘘がまくれると思いますよ。今僕自身、自由に行動ができないので、ブレイキングダウンに僕の資格を送り込むのもいいかもしれませんね、などと語り、瓜田純史選手は虚言癖で、自分と会うのを恐れている、ブレイキングダウンに自身の資格を送り込むのもいいかもしれないと、衝撃すぎる発言を行っております。注目の集まる石本太一 vs 瓜田純史は実現するのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。